トガシ館長です。あ、よろしく。竹原慎二です。取ったな取ったな。おい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 、何をやってるんだ君は。特許取ってないし。じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。畑隆です。はい、皆さん、畑隆さんがやれないですよ。やったんだから。捉えた、はいはい、はい、じゃあ今日はですね、6月のライジンで小泉選手を破って優勝した白鳥泰樹選手が今日は来てくれますよ。それいいんですけど、何をやるんですか一体。いや、私はもちろんやらないけど。やらないですか。私とこのほら、隠し玉、前回安保選手とやったね、龍子を呼んでますから。あ、マジですか。龍子にちょっと来てもらいます。龍子、はい、行って行った。お、はい、学生服が似合うね。で、あ、全然あの襟出てんだけど、ういういしい。そう、襟を正して、はい、なんかこうやって制服着てるのを見るとまた、まあ、やっぱ幼いね。そう全然、まあ、まだね、イメージが。2年だもんな。はい、あ、2年です。あ、2年か。ね、16歳です。ああ、16歳か。ああ、そう。じゃあ、イオと一緒じゃないですか。え、イオ。イオはまだ、もういいです。いや、うまい。イオって、イオってなんか、人の奥さんだぞ。そうだよ。歌。イオさんだ、イオさん。歌。はい。それで、リュウコがね、やるんだけど、どうだ、あの、白鳥選手。うわ、やっぱその身長大きいんで、うん、やっぱ距離感使い方上手くて。うまいな。そうですね。サスボール。だから、同じくらいの体格には強いんだけど、やっぱり大きい選手には結構ね、いないから対戦、あの、スパー相手がやりにくいのよ。で、この間のね、安保選手やりにくかったけど、ちょっとあれで少し攻略勉強したよな。はい。だから今日はちょっと前よりましか。そうですね。いや、それでもね、元ボクサーだよ、彼は。そうなんだよね。日本なんかだよ。強いよ、サウスポーで。でもな、やるしかないもんな。VTR 見たけど、ボクシングうまいっすよ。そう、やるしかない。でもいい勉強だよね。なんで、うまいっすよって敬語になるの。誰と喋る。うまいっすよって何なの。よし、じゃあ、リュウコね、頑張って、はい、いい勉強しましょう。はい。白鳥選手入られます。お願いします。背高いね。お願いします。今風の子やね。顔がちっちゃくてさ、モデルさんみたいじゃない。スラッとして。あ、よく言われますけど、ね、そうかい。何センチの身長。男前ですか。181。180なんだ、はい。なんか噂によるとうちの選手と戦ったことあるんだよね。花香っていう。あ、はいはいはい、ね、うちのが1ラウンドで KO されてるんだよ。強いんだよ。ボクシングの前でしょ。どこまで行ったの。ボクシングは一応 A 級までは行ったんですけど、日本ユースのタイトルマッチで最後負けちゃって終わりました、はい。何歳までボクシングやってたの。いや、ボクシングは本当3年ぐらいしかやってないんですよね。何年前にやめたの。それも3、4年前ぐらいですかね。あ、じゃあ20、23ぐらいでやめたの。そうです、22とか。佐々木純選手とは同じ時期はなかったの。あ、被ってました、被ってました。被ってました。スパーリングとか、はい、スパーリング、まあ、マスはよくやってましたね。はい、まだその頃、あ、まだ彼がまだ。まだ高校生なりたてとかそんぐらいだったんで。そもそも、キックとか昔やってたの。いや、僕ずっと、極真空手やって。ああ、続いてんだ。で、キックもやって。ああ、なるほど。で、一旦キックやめて、ボクシング。出なきゃ、できないよね、キック。ここ作るのが時間かかっちゃうじゃん。はい。でもやっぱりボクシングが生きてる。やっぱり全然違ったっすね。うまいね。ただキックだけやってきた頃とボクシング経験してキック戻ってからとやっぱ全然違いましたね。ね、チャンピオンになってるもんね。公式戦見たけどね、もう圧勝だったもんね。いや、内容的にはまあ圧勝だったんですけど、まあ結構圧力も強かったりとか、ね、ありましたけど、自分なりには、はい、倒して勝ちたかった。やっぱ倒してか、一応ダウンを取ったんですけど、やっぱり倒して勝ちたかったですね、あの試合は。強いよね。何試合も見てるけど、やっぱりすごいね、はい。足とうまく連動してかっこよかった、かっこいいボクシング。それで今日ね、はい、うちのチャンネルでうちの石井龍子っていう、この間安保選手ともやった、はいはい、いるんだけど、見たことない。いや、その映像を今日見て、見て、いや、強いなと思って。あ、彼ちょっと呼んでるんだ、今日。はい、ちょっとマスパーでもやってもらおうと思って。はい、龍子、ちょっと。後ろに隠れてたよ。分かってた。知ってたか。隠れてないじゃん。で、今日ほら、元8回戦まで行った選手で、今はもうチャンピオン、キックのチャンピオンだからね、はい、ボクサーでも先輩だよ、
全然彼は同じぐらいの体型と結構やってるんだけど、はいはい、長身には結構ね、この間も安保選手に最初戸惑ってたから、いやその攻略させたんで、はい、ちょっと今日はどうかと、また練習させたいと。本当ですか？あ、ぜひぜひお願いします。今何キロぐらい体重あるの？今は71とか。じゃあ全く一緒ぐらいだ。そうですね、そうですけど、前78ぐらいだ。めちゃくちゃめちゃくちゃでもごついじゃないですか。いやいや、でも脳が軽いからめちゃくちゃ言ってた。脳がこんな最低らしい、最低らしい。じゃあ今日、2ラウンド、じゃあお願いします。2ラウンド、はい、お願いします。お願いします。前回安保選手とスパーしましたけど、はい、勉強になりました？なりましたね。やっぱその、ジムにも一応僕より大きい選手はいるんですけど、体重が軽いんで、やっぱその本気でやれるスパーリングができないんで、そうですね、今回もそうですね、呼んでいただいてすごく嬉しいです。まあ、大きい選手相手だと、その僕が得意なそのインファイトとかが、やっぱその距離感とか足使われて、やっぱやりにくかったりできなかったりするんで、そうですね、ジムで練習もしたいんですけど、まあ、やっぱなかなか相手もいないんで、こういう場でまあ練習して、まあ、またそのプロになった時に生かせるように頑張りたいですね。今日はまあどういうところを気をつけてやろうと思ったんですか？そうですね、同じサウスポー同士で、まあ、危ないパンチとかもある程度予想ができるんで、ですね、それで、まあ、頭を動かしながら徐々に進めていって、自分の得意な、まあ、インファイトに持っていったりカウンター打ったりとか、いろいろ試したいなと思ってますね。ありがとうございます。胸をお借りする形で待つ、はい、ということなんですけど、はいはい、いかがですか？いやでもボクシングの選手と最近やることなかった少なかったんで、ちょっと久々なんで、まあ、ちょっともう試合の感覚に似たような感覚をちょっと味わえるかなと。やっぱボクサーって動き本当全然違うんで、まあ、ちょっとドキドキしますね。でも両方経験されてると、やっぱりそのキックに行かせるとボクシングの技術みたいな当然あるわけですか？あ、全然ありますね、やっぱり。いや、むしろやっぱボクシング技術がやっぱもうキックの選手も上がってきてるんで、よりなんかこうボクシング技術も自分も上げていかないと、ちょっとまあ差をこう見せていけなくなってしまう。ギャラリーありの、はい、ギャラリーありのこういうなんか公開スパーリングみたいな、はい、ちょっとドキドキしますね。世界チャンピオンが見られてるっていう、いやもうドキドキですよ。それだけで疲れちゃいそうだ。じゃあ、リンコちゃん、無理に頑張ってよ。よし、上がれ、上がれ。よし。じゃあ、怪我のないようにね。はい、よし、行こう。ちょっとだけ。はい、行きましょう。はい、行きましょう。スピード上げだよ、スピード上げ。早いね、早いね。スピードだけだよ、1ラウンドは。スピードで当てるだけだよ。リュコ、しばらく、マスターの、マスターの。リュコ、もっと体振って。狙い。頭を振らないとダメだよ、そう。スピード、スピード、スピード、スピード。1分経過。
右のボディ受け。フックからボディ。下から行け、下から下から。回転早いね。いいね。ラッシュプン。もう右のボディ打ったぞ、右のボディアッパナイスアッパー。ラスト30もっとボディ打っとけ。意外とボディフック打っとけ。左のボディフックもっと打っとけ。まとめ打ち、まとめ打ち。はい、スパーできるか。打ち終わった後がやっぱりこうボケっとするんだよね、一瞬で。打ち終わったらダッキングとかしないとさ。左ストレート打ってきたら、上のボディ打って。打ち終わりがやっぱり狙われてるよね、パンチ。ラストラウンド。これはスパーリング。これスパーリング。終わりました。じゃあ10秒後にお願いします。はい。はい。よし、よし。だからね、右の左のボディフックから。早く動け、早く動け。下から下から下から。どんどん下から行け、どんどん下から。追い詰めていくの、はい。下からどんどん追い詰めて。左のボディ、左のボディ。ボディが当たらない、ボディから行け、ボディから。下から下から。上ばっか打ったらガード上がって終わりだよ。自分の距離で、自分の距離で。そう、アッパー打て、バンバンアッパー。下、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 下打て。オフタイム。下打っとかないと変動かかんないから。左右、下打って。どんどん攻撃してくれ、引っ掛けろ。よし、引っ掛けて、はい、こんな持ってくるの。ラスト1分いけ、はい、セットだよ。そう、アッパーを打って、どんどん行け、早く行け、はい、引っ掛けて、引っ掛けて、
左ボディフック打っとけ。ボディフックから右アッパー、右アッパー、下見て、下打て、下打て、下見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 て、はい、OK、 お願いします、ナイスパー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 。聞いた聞いた。ガッツリだ。カウンターで入ったもんね。モロ。スパーで倒された初めてです。はい、ね、あ本当に。スパーはやばいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。いやもう見せておる通り、パワーがやばかったですね。なるほど。いやでも悔しいな。リベンジリベンジリベンジ。悔しいわ、ちょっとまた来ます。はい、お疲れ様。お疲れ様です。ナイスファイト。ナイスファイト。どうやったんですか。いや。ちょっとやばいですね。もう先が怖いですね。こういう選手っていうのはやっぱり僕もあのボクシング、うん、まあ、少しなんですけど、まあ、10戦ほど経験はしてたんですけど、プロ向きなファイターで、うん、でフィジカル強いしパワーあるし、うん、立発本当あのスパーリングで初めて聞いて初めてのダウン、初めて倒れたんですか。本当初めてです。またいいタイミングで入ったの。あそうだね、一回もなかったです、まあ、ただ一つちょっと言い訳させてもらうと、うん、僕怪我で、うん、スパーリング今日3ヶ月ぶりです。嘘です。嘘か嘘か。え、どうだったどうだった。そうですね、まあ、前回南部戦の反省生かして、うん、まあ、その前回距離測りすぎてあのよくコメント欄で言われてたんですけど足が止まってるとかだったんで、今回頭と、まあ、足ちょっと動かして、まあ、自分の得意な距離見極めて、でその安保選手からやられてから、まあ、ずっと繰り返してきた練習が強化したので嬉しかったです。うん、いや本当強いです。いやもうまたやりましょうよ。はい、いやぜひあの、ね、また僕もすごい今日練習になったんで、まあ、もちろんリベンジ。ああいいですね、ぜひぜひ。でも本当体から見るよりも打たれ強いんで、全く多分俺殴ってても効いてないんだろうなっていうのがすごかったんで。ぜひぜひやってみて。どうなの、キックがありのこうこれするよりどっちが疲れるの。いや疲れるのは正直僕はキック、蹴りやりの方がやっぱり、やっぱ全身使うっていうか、そのもうなんだね、やっぱり蹴り出す方がやっぱり疲れるし、やっぱ同じ3ラウンドでもあの疲れは違うなっていうの。キックでも全然疲れる。だって手も足も使うからね。ただ僕あの本当ボクシング行ってからあまり蹴りが得意じゃなくなってしまって、もともと蹴りが結構得意な戦ってたんですけど、そのボクシング行ってから結構パンチに頼ってなるほどってなっちゃってたんで、そうですね、まあ、両方うまくミックスしながら、これでボクシングのジムとかでも教わったりとかして、なんかキックでも生きるような動き、交流持ちましょうね。はい、ぜひぜひお願いします。ぜひぜひ、うん、まあ、ナイスファイトです。みんな世界を目指してますからね。頑張りましょう。楽しみです。じゃあ白鳥選手のチャンネルではどういう感じにしましょうか。そうですね、まあ、僕あのもうお三方ともあの昔から知ってて、でなかなかやっぱこういう機会って本当にないと思うんで、まあ、せっかくなんで今回あの僕の方のチャンネルでは3人の方に、まあ、ボクシングの技術をそれぞれ教わって、はい、でそれを、まあ、生かして持ち帰りたいなと思って、ね、今日どんどん盗まれていくね。これは人選手にもそれを教えてるから。あ、はいはいはい。わかりました、やりましょう、はい、お願いします、はい。